はい、皆さんこんばんは、製麺機です。今日もね、晩酌の準備が整いましたので、早速晩酌やっていきたいと思います。で、今日はね、昨日すき焼きね、やったんですけども、お肉全部すき焼き食べないでね、残した分があるんで、それで牛肉のね、肉ニラ炒め作りました。それとあといつものね、セブンイレブンさんのレンジで焼き餃子、こちらをつけて、これで今日はね、晩酌やっていきたいと思います。では飲み物はね、氷例のグレープフルーツを用意しました。ノンアルね。これにまた焼酎入れて、グレープフルーツサワーみたいにしてね、飲んでいきたいと思います。よいしょ。では焼酎はね、大五郎ね、大五郎を小分けにね、して冷やしてあるんで、これを入れて、よいしょ、ね、軽くかき混ぜて、今日のシュワシュワ加減はこうですね。ピント合ってんのかな、こんな感じですね、今日は。じゃあ今日もね、一日皆さんお疲れ様でした。じゃあお先にね、失礼していただきたいと思います。じゃあシュワシュワで乾杯、いただきます。うん、おいしい、さっぱりしておいしい。レモンもいいですけどもね、グレープもおいしいんでね。うん、ではおかわりを作って、軽くかき混ぜてね、置いておきたいと思います。ではじゃあちょっとね、ラー油を持ってきたんで、ラー油をちょっとかけて、よいしょ、軽くね、まずはね、牛の肉ニラ炒めからいただいていきたいと思います。こんなですね、すき焼きで昨日半分くらいしかね、すき焼きにお肉使わなかったん でもう残ってるやつもね、ちょっとね、色が黒っぽくね、悪くなってきてるんで、使っちゃわないとね、食べちゃわないともう傷んじゃいそうだったんで、今日はこのね、牛肉の肉ニラ炒めにしてみました。本当はね、お鍋にしようかとちょっと思ったんですけどもね、今日も寒かったんでね。だけどまあ、お鍋ばっかり食べてるんでね、見てる方もつまんないかなと思って、でね、肉ニラにしてみました。この辺の方がいいかな、どうだろうね。レバーと一緒にね、おネギと牛肉ね、牛肉とニラともやしね、こんな感じでね、こんな感じですね。では一口いただきます。相変わらず美味しい。お酒のおつまみにもいいですね、これは。本当に時々ね、作って食べますけども、これビールとかにね、よく合うんじゃないかと思うんでね。うん、あ、作り方クックパッドさんの方にレシピあげてるんで、これのね、動画の概要欄っていうんですかね、あそこにリンクの、あ、レシピのリンクね、貼っておきたいと思いますんで、もしね、美味しそうだなと思ったら作ってね、食べてみていただければと思います。じゃあもう一口ね。うん、シュバシュバ飲んで、では野菜サラダね。いつもの野菜サラダ、昨日結局サラダ食べなかったんで、もうそのまま今日にスライドして持ってきました。ちょっとね、量が多いんで、また小分けにしながらね、見えるかな、ちらっと見えてるかな、小分けにしながらね、
ただいていきたいと思います。よいしょ。ああこぼれる、もったいないもったいない。こんな感じで、よいしょ。サラダね、でまたいつものドレッシングね、いつものやつ、伊賢さんの癖になるうま塩のドレッシングね、これをちょろっとかけて、よいしょ、あ映ってたかな。でエバラさんのおろしのタレもちょびっとね、ちょびっとかけて、これかけないとね、これかけると美味しいんですよ、和風サラダみたいな感じで。よいしょ、これでいただいていきたいと思います。まあ、トマトからね、トマトから、よいしょ。あー崩れちゃったなトマト。じゃあいただきます。うんね、盛京さんのサラダチキン乗っけて、ね、いただきます。今日も天気悪くてね、もう寒くて寒くて、今日も最高気温10度ちょっとしかなかったんじゃないかな、11度とか、うん、なんで今年は本当寒いですね。ゴールデンウィーク終わってその後1日2日ぐらい20度超えるぐらいちょっと暖かいかなっていう日があったんですけど、もうそれっきりでしたね。今日もお天気悪くて寒くてね、もう本当今年寒い。うん、明日も予報は雨なんでね、明日もバイク乗れない感じかな。ね、6月になると梅雨入りしますからね。まあ青森の場合はね、梅雨入りちょっとね、あの関西とかあっちの方に比べればまあ遅くなりますけども、北海道と違ってね、青森はね、青森までは梅雨あるんでね、うん、北海道は梅雨あんまないみたいですけどもね、青森は一応梅雨はあるんで、雨が多くなればまたね乗れる日がね、機会が少なくなる、なりますし、んでも今度ね7月、まあ6月7月雨が多くて、8月とかになるとお天気が良くても今度暑すぎてね、真夏ね大変なんでね、なるべく乗りたいんですけども、もう寒くてね、雨もはなんかお天気悪くて、ラーツとか行きたいんですけども、でもね、ラーツ行くのはいいんですけど、その辺で勝手にね、どこでも火使ってお湯ね沸かしてラーメン作ってもいいわけじゃないんでね、なんでいろいろちょっと今考えてるんですけどもね、いやちょっとしばしば飲んで、公園なんかはね、あのバーベキュー OK な公園なんかはね、火使って、ね、お湯沸かしてカップラーメンでもいいですし、普通の袋ラーメンね、煮て食べてもいいですし、そういうのできますけども、その辺のね、あのちょっとこうベンチがあるような休憩できるようなところとか時々ありますけども、ああいうところは火使っていいもんか分かんないですしね、いちいち、確認ね、電話して聞くのも大変ですしね、ただもうお湯持っててね、カップラーメンにお湯入れてね、ご飯食べるぐらいだったら大丈夫だと思うんでね、火は使えなくてもそういう風にした方がいいのかななんて思っててね、本当はね、あのちゃんとねキャンプ道具とか持ってって火でね、あの
お湯沸かしたりとかして羅圧したいんですけどもね。あ、これあのからし高菜ね、明太子入りのからし高菜、あのラーメンにね入れようと思って買ったんですけどもね、ラーメンに使う分なんてたかが知れてるんでね、なんでちょっとずつつまみで食べてたんですけど、これやっと最後ですね。うん、豚骨ラーメンにねやっぱりこの高菜ね入れると美味しいんで一袋買ったんですけど、なかなか減らなくてね、うん、おつまみで食べても美味しいんだな。どうしようかな、ウイスキー飲んじゃおうかな、よいしょ。ではウイスキーね、タルカオル、キリンさんのウイスキータルカオルね、これ飲んでますね、よいしょ。昨日もね早めに晩酌始めたんで、もうウイスキーねもうダラダラ飲んでたらもう半分以上ねなくなっちゃって、本当はねもっとね飲みたいとこだったんですけどもね、さすがにやばいなと思って昨日ストップしてね残したんですけどねタルカオルいただきます。うん、これ美味しい。うん、値段もね安いですしね。最近多いですね、これお気に入りで、もうねこの間1本飲んですごい美味しいなと思って、うん、飲みやすいですよ。香りもねそんなに煙臭くもないし、セメダイ臭くもないし、すごく飲みやすくてこれも美味しいですよ。うん、ではじゃあ次はねいつもの、セブンイレブンさんのね焼き餃子、国産の野菜たっぷりレンジで焼き餃子ですね。こちらこれあれですよね、ほんと便利でいいですよね。もうレンチンするだけなんでね、もうねもう焼いてあるんで、こうねレンチンするだけで、これ安いしね、ほんとねセブンイレブンさん行くと必ず感じ、冷蔵庫にね1個入れとくって感じですよね。何かしらこうね、今日は肉ニラ炒めなんで餃子合わせるとちょうどいいかなと思って、で、あ、このタレはね餃子のタレは、ポン酢で作ってます。ポン酢にラー油入れて七味入れて作ってますね。よいしょ、ちょっと割って中またお見せしたいんですけども、結構ねこの衣じゃないや、この皮がねもちもちの皮なんでね、なかなかねお箸で切れないんですよ。あー見えないか、ちょっと難しいかもな今日は。こんな感じ、あーこんな感じ、わかるかな、ピント来てるかな、あピント来ましたね。こんな感じですね中身、結構ね具材もしっかり入ってて、じゃあいただきます。皮がねほんともっちもち、あどうしよう、日本酒餃子に日本酒はどうかと思いますけども、ちょっとね日本酒も飲みたいんで、またいつものねちょっぱり六花酒造さんね、弘前の六花酒造さんの青森県弘前市の地酒になります。一応ね、初めてね初見さんの方もいるかもしれないんで説明しながらね、毎回も同じような説明してますけども、以上、ではちょっぱりいただいて、うん、美味しい。
これでもね、本当にこう安い、お酒に比べれば、お値段もそれなりにするお酒なんで、やっぱ美味しいですよ。冷蔵庫でねキリッと冷やしてね飲んでるんで、すっきりしてね美味しいですわ。ではもう一回、牛の肉にら炒め、これは本当におつまみ向きの味ですね。いただきます。牛肉もホルサインですけどもね、なかなかこうやって炒め物にしても美味しいです。牛肉なんかね、牛肉の細切れのこう安いやつがねあったりした時にこう買って作るといいと思いますよ。高い高い牛肉で作るのはちょっともったいないんでね。30% 引きとかね、そういうお安いのがあった時に買って作るといいと思います。ではとりあえずもう一通りおつまみ説明したんで、今日のね晩酌動画の方はこの辺で締めにさせていただいて、あとはもうねゆっくり晩酌続きやっていきたいと思います。でね、今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。またね明日動画編集してアップしたいと思いますんでよろしくお願いします。ちょっと短いかな今日。まあね、だらだら長くやっててもしょうがないんでね。じゃあ今日はねこの辺で締めさせていただきたいと思います。グレープ美味しい。ではね、あとはまあゆっくりね動画でも見ながら続きねやっていきたいと思いますので、ね、今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。